こんにちは、今回はですね、前の動画で、説明した5つ割りの、まあ、5個の音あって、それの手順、まあ、あとアクセントも入ってるんですけど、それをですねセットに応用したらこんな感じになりますよみたいな、簡単な応用を少し紹介したいと思います。どうぞ。はい、まず最初の手順これです。最後音1個余るので左手アクセントパーンって入れてシンバルにジャーンといきます。タムに振り分けてみます。スネアも、入れます。叩いてみます。2つ目これでしたかね。これをですね、16分音符で一小節に入れてみます。頭からハイハットを渋踏みします。ガッタカッタカッタカワン・ツー・スリー・ホイ。はい、振り分けてみます。ですね、次アクセントが乱れましたけど、お許しください。あと2拍目の裏から入るパターン行ってみます。こんな感じとか、まあ、今ハイハットも上げましたけど、アクセントがこうですね、どうしましょう。はい、3つ目がいろいろ振り分けるとですね、なかなか5つ割りとは思えない非常に、スムーズな、フィルインになっているかと思います。まあ、あとシンバル入れたりとかもありだと思うので、皆さんもお試しください。ありがとうございました。